漢字ロムは、コンピュータや、ワードプロセッサプリンターなどにおいて、全角化な文字、全角化な文字、漢字などの日本語文字の字型を格納しておくためのロムである。いわゆる全角文字に対応する。本校では突起なき場合日本で発売、運用された機材について解説する。NEC PC-9801F に、 標準で搭載されている JIS 第一水準漢字ロムボード漢字ロムには漢字を、はじめとする各種、いわゆる全角文字に対応するフォントがビットマップイメージ、またはベクターイメージで記録してあり、通常、格納は JIS コードに対応する形で体系化されている。1980年代から1990年代にかけてはパーソナルコンピューター、プリンター、 ワードプロセッサーなどの機材に組み込まれており、これをもとに画面表示、印字などが行われていた。コンピュータの場合、必要に応じて、このロムからフォントデータを読み込み、ベレムに反映、画面に表示する。2017年現在一般的な Windows マシンや Macintosh では、フォントを漢字ロムからではなく、ハードディスクドライブから読み出して運用しており、 基本的な日本語フォントは OS に同梱されている。つまり、漢字ロムは使用されていない。1980年代から1990年代初頭にかけてパーソナルコンピュータの世界で一般的であった16ピクセル16ピクセルのフォントは256ドットのサイズを有し、1文字につき32バイトを使用する1。実漢字コードにおける 第一水準文字が3000文字程度であるため、全体では90キ部以上の記憶容量が必要となる。2。Z80 など8ビット CPU の連続したメモリ領域は一般に64キ部程度であり、ラムの実装量も少なく、3フロッピーディスクドライブでさえも、まだ一般的でなかった時代背景もあり、現在のように外部記憶装置からラムにフォントを読み込んでおく。 といった運用は難しかった。よって、パーソナルコンピュータで日本語を常用するためには、漢字ロムを搭載することが一般的であった。16ビット CPU を搭載し、比較的多くのメモリを扱えた PC-9800 シリーズにおいても、EMS などが一般化するまでは、フリーメモリは高々かか500キブ600キブ程度であり、負担は大きかった。当時は、漢字ロムは、 オプション装備であることが多く、日本語処理が必要なユーザーのみ購入するというシステムであった。一例として、PC-8801 の第一、水準漢字ロムボードの標準価格が3万円であった。ただし1982年4月に新習世紀から発売されたビジネスユース向けパーソナルコンピュータ QC-20 にはすでに漢字ロムが標準搭載されていた。 また、ビジネスユースを視野に入れた16ビットパソコンである PC-9800 シリーズにおいては1985年のモデル VM 等から標準搭載されたが、4、ホビーユース向けコンピュータである MSX に漢字ロムが事実上標準搭載となったのは1988年からのことであり、5、当時のパソコン用語辞典によれば1990年頃には、 ほとんどの機種に搭載されていたという。なお、ロムは通常第一水準、第二水準が別のものとなっており、第一水準文字と第二水準文字が別々に販売されることや、第一水準のみ、標準搭載、第二水準は別売りといったこともあった。漢字ロムにかかるコストを回避するために、ソフトウェアを記録したフロッピーディスクに実数第一水準相当のキャラクターセットを、 ランダムアクセスファイルとして記録しておき、必要に応じて取り込んでいくものも見られた。また、1616 16ドットのものが一般的であったが、PCH98 シリーズや一部の FM、R など、画面表示がいわゆるハイレゾであるものは、2424 24ドットの漢字ロムが内蔵されていた。その後コンピュータの高速化、大容量化により、DOS-V という PC、 AT 互換機用 OS において採用された外部記憶装置よりラムに日本語フォントを読み込んでおく形態が一般化し現在に至る。これらの字型を実際に画面表示するにあたり漢字をグラフィックスプレームに書き込んで画像として描画する場合はコンピュータがまだ比較的低速だった時代においては比較的大きな計算量を必要とするものであったが 日本語を表示することを想定した。特定の機種では、ひらがな、漢字を含む日本語を表示できる、ベレムが搭載されており、アプリケーションでは1バイトもしくは2バイトの文字コードを、ベレムに書き込むだけで済んだ。漢字ロムからのフォントの読み出しやディスプレイへの出力は、ハードウェアで処理された。これらの実装により、グラフィックプレームに書き込むのに比べて少ない、計算量で日本語を表示することができた。 漢字ロムがパーソナルコンピュータに導入された当初、FM-8 などでは漢字はキャラクターとしてキャラクター用のベレムに出力されているわけではなく、グラフィック用のベレムに漢字の字型が描画されていた。このため、グラフィック画面上に描画された漢字をプリンタで印刷するためには、一旦画面に表示した後画面のハードコピーをプリンタで印刷する方法が取られた。 しかしこの方法は出力に時間がかかり印刷が用紙の幅でなく画面の幅に制約されるなどの欠点があった。6. こうした欠点を克服するためプリンタ側に漢字ロムを搭載しコンピュータからの命令によって各字型を印刷する方法も取られた。漢字ロムがパーソナルコンピュータに標準搭載され始めた当時、 パーソナルコンピュータに搭載されたフォントは16ドット、四方が一般的であったが、通常はプリンター側の漢字ロムを用いて用紙への出力がなされた。多くの場合最初から漢字ロムが搭載されていたが、プリンターについても標準状態では漢字印字付加オプションで漢字ロムを購入することで漢字の印刷が可能になるといったケースも見られ、またプリンターでも やはり第二水準については別売りといったケースが見られた7当時はプリンターインターフェースの転送速度の問題がありビットマップデータの直接送信によるプリンター制御も現実的とは言えず文字コードのみを送信しプリンター側でフォントを適用しデコードするのはいわば当然のことであり通常はプリンター側にも漢字ロムが必要であったと言えるありがとうございます